授業が始まりました。今日は趣向を変えてまとめ7先生が松本人志くんの書いた松本の遺書について通信ボケ意識でレビューしていきますね。今日は最初は趣向の区分をピックアップしてみます。テレビが視聴率でパターン化する。まさに今松本くんの危惧していた通りにあっちこっちで似たり寄ったりの作品が生まれてます。松本くんの今の勤め先の吉本さんの力でどうにかできないものなのでしょうか。まっちゃんはドラマに出ないの？イコールうんこちゃんのような質問イコール愚問でありえへん。伝説の教師はお忘れなのでしょうか。それとも松本くんは伝説の教師を黒歴史にしたいのかな。週4本のレギューラーを持っている。今松本くんのレギュラーははちほんとむしろ増えてますよ。松本くんはどのような心変わりがあったのでしょうか。時代変化で笑いが変化する。時代は移り変わるようになりましたからね。とはいえ普遍的な内容というのも一部にはあると先生は思います。タウンタウンの昔の VTR を勝手に流すのもやめなさい。今は許諾を取らなければ実写風の絵に変わってます。よかったですね、あなたの言うように勝手に放送されなくなって。でも今は YouTube 無断掲載といういたちごっこがありますが、全国区タレントイコール偉いは違くない？そうですね、今ならばインターネットを利用してたとえ地方でも有名になり得る道が手に入ります。東京の地価物価が偉ことになっているので、今後は地方でも深夜番組で漫才。今は深夜番組といえど深夜アニメという言葉ができるほどにアニメ番組に支配されています。だからこそネット配信番組や YouTuber として番組が配信されているのも出てきました。でも漫才は特番以外はとんと少なくなりました。弟子のシステムの弊害、下積み長すぎ。今は逆に師弟関係のないシステムだからこその問題点も生まれてきました。教える人がいない一方が医者に平身抵当するようなお方も出てくるように。芸人は皆社長、それを今恥実情の吉本さんの取締役の松本くんが言いますか。憎まれっ子よにはばかる。後輩芸人たちは不安よな。松本、動きます。この言葉は一体全体どうしたのでしょうか。どのような心変わりが。坊ちゃん、お嬢ちゃんの腕時計に殺意湧く。今では猫も杓子もスマートフォンでしょうか。松本くんはツイッターはやっていますが LINE はやってないと聞いてます。スマホを触っていても同じ発言をされるのでしょうか。俺の番組ふたどと見るな。岡村くんも似たようなことを言っていましたね。ミーヒンねやったらミーヒン勝ったらええのよ。その後どういうわけだか7年後に謝罪してました。松本くんは我を貫き謝らないことを切に願います。進みすぎてる俺の笑い3年ぐらい休んだろか。伝説的なアニメ恐怖の京ちゃんと例にとると、日本では3年どころか19年ほど進んでやっとこさブラックユーモアあふれるポプテキピックという作品が出てきました。今日のツッコミはどうだったかな。高評価チャンネル登録やニコニコ広告よろしくね。チャンネル登録ニコニ広告。